今日の発言のテーマは女性政策でございます。それでは細野候補よりお願いいたします。はい、女性政策ということなんですが、我々安倍政権の女性政策と我々が明確に違うということはまず申し上げなければならないと思います。安倍総理は女性にすごく焦点を当てていろんなことをやっているというイメージ多分皆さんお持ちだと思うんですよね。ただ出発点が私は少し違うと思います。それは成長戦略、すなわち経済の道具として女性を捉えている。我々は違います。女性のいろんな生き方にしっかり向き合ってさまざまな状況にある女性たちを後押しをしたいと思うんですね。具体的に申し上げるとですね、安倍総理がイメージしているのは東京でバリバリ働いている女性のキャリアウーマンだと思います。そういう人たちももちろん応援していかなければなりませんよ。しかし我々がしっかりこれから応援していかなければならないと思っているのは農村で頑張って地域を支えている女性なんです。さらには母子家庭で経済的に厳しいけれども一生懸命生きている女性、そういった方々をしっかりと支える政策をこれからやっていきたいというふうに思っています。一つなかなか悩ましいのはですね、配偶者控除を廃止するかどうか、この問題随分民主党でもいろいろ議論しました。私はなかなか難しい問題なんだけれども、それぞれの女性の生き方にできるだけ中立的な制度を作るという意味で配偶者控除は廃止させていただきたいと思っています。ただ大事なのはですね、これを廃止するだけだと増税になるんですね。6300億円ぐらい全体でいうと金額になるんです。これだけの増税を私はやるべきではないと思う。そうではなくて配偶者扶養控除をなくすのであれば、その財源を使って子育てなどの社会保障をしっかりと充実をさせる。そのことによって社会全体で子どもを育てることができるような環境を作ることが重要だと思います。もちろん家庭も重要ですよ。男性も育児休暇を取ってしっかりとサポートすること重要だと思う。私もそういうふうに見えないかもしれませんが、子供が生まれたのは15年ほど前なんですが、その時2週間ほどですね、休みを取りまして10日ほどかな子供を育てた。今でもその経験はね忘れられない。そのことによって男性も子育てに参加をして親になるという面がありますから、家庭と社会で子育てを支援することをぜひやりたいと思います。ちょっとあと1分と出たので言い切れないんですが、もう一つ大事なのは、女性で母子家庭の皆さんというのは経済的に非常に厳しい環境になりますから、そこをサポートすることも非常に重要だということを申し上げたいと思います。その上で重要なのは、そういう女性の多様な生き方を後押しをする上であまりに議員が少ないということです。この新潟県はですね、全国の中では珍しいぐらい傑出した女性議員がたくさん出たところで有名。もう具体名はありませんが、そういう元気な女性の議員の皆さんをさらに増やすために、クォーター制も含めて女性が国政に出やすい仕組みを作ることが重要だと思います。そして地方においても議員の皆さん頑張って出ていただくことが重要です。特に4月は統一地方選挙がありますね。そこで出ようという女性については、経済的なバックアップもしっかりすることによって地方において生活の声を代弁をする議員をぜひたくさん送り出したいというふうに思います。ちょっと下からず十分説明しきれませんでしたけど、女性にしっかり寄り添う民主党を作ってまいりたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。続きまして岡田候補お願いいたします。はい、ありがとうございます。今の細野さんの発言、私もほとんど共通していますので、あえて繰り返すことはいたしませんが、ちょっと私が何をしてきたかということを今日はお話したいと思います。私が政調会長をやっていた2002年、だいぶ前ですね、この時に私が小宮山陽子さんやあるいは岡崎久美子さんと一緒に民主党の女性政策というのを作ろうということで議論を重ねました。できたのが民主党女性政策、多様なライフスタイルを生きる時代の自立と安心の政策というものです。こんなパンフレットになってますので、今でも党本部に残っているかもしれませんが、そしてその後ですね、実は西村智奈美さんが当選してきてメンバーとして加えて加わっていただいて、さらにその議論を深めた。つまり当時から女性政策、これは民主党にとって非常に重要だという認識で、進めてまいりました。そして私が外務大臣に、その前にもう一つ、代表になった時にですね、具体的にじゃあ民主党をどうするんだというふうに考えて、実は民主党の職員の皆さんの中の中堅幹部だった田中さんという方を
民主党のナンバー4に登用しました。で、まあ、上4人で事務方でですね、いろんなことを決めていただくという、まあ、そういう仕組みを作ったわけですが、まあ、いろんな議論がありましたけれども、彼女はその後、まあ、今退職しましたけれども、退職したというのは年齢で退職されたんですけれども、まあ、非常に活躍してくれた。その後がなかなか続いてないかなというふうにも思いますので、まあ、そういったことはこれからしっかり代表になればやっていきたいというふうに思っています。それから外務大臣になりました。外務大臣になったときに外務省の女性職員が、まあ、不足な時間帯の中でいろんなこと困っている、なんとかして働きやすい環境を作ろうということで、まあ、実は西村千奈美さん政務官やっていただきましたので、西村さんと事務方の代表者の方2人が、まあ、共同座長で女性の職員の皆さんアンケートしたり、あるいは集まっていただいて何回も議論していただいて、どうしたら外務省の職員の女性の職員の皆さんが働きやすいかということを議論して、そして一定の結論を得ました。まあ、特に子供を抱えたお母さんたちが朝の出勤ラッシュとかそういうの大変ですから、出勤時間をもう少しこう弾力的にできないか、でこれは実現しました。私副総理になってからこれ全省庁に女性職員の朝とそれしか帰り、これを時間を弾力的にするようにという指示を出したわけです。まあ、そういったことをさまざま私やってきました。それから副総理の時には7000億円消費年長7000億円を子ども子育てに充てるということを、まあ、小宮山厚労大臣なんかと一緒に進めました。まあ、そういうさまざまなことをしてきた。なぜそうなのかと、私はやはり今のこの民主党を考えた時、この民主党の立て直しの鍵は私は女性とそして地方だと、この2つしっかり真剣に取り組むことで民主党をなんとか立て直していきたい、まあ、そういう思いの中で現在のことを申し上げ、これからどん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 女性の政治が増えるように、私代表になれば直ちにまず女性の候補者の公募をやって、国政にもたくさんの方が立っていただけるように努力していきたいと思います。私から以上です。はい、次に長妻候補からお願いいたします。はい、これ代表選に立候補するときにですね、基本政策っていうのをそれぞれ候補者出すんですが、私は基本政策の中にはっきり書き込んでいるのがですね、男女共同参画社会の実現、男女間の待遇格差の是正、女性の暴力ハラスメントの根絶、女性管理職比率の目標設定、公表の義務付け、そして我が党の話で言えばですね、男女共同参画政党となるために党役員や候補者のクォーター制の導入に取り組む、こういうことを申し上げております。これ日本のですね、まずは国会議員、この前衆議院選挙ありましたが、あれを受けてですね、これ女性の比率が 9.5% なんですね。これ世界の平均が 22%、 アジアでも 19% ですから、先進国最低レベルの女性の比率。そしてですね、この例えば都道府県県議で見るとですね、自民党は女性議員が 3%、 民主党は 11.7%、で市区町村議員で見ると自民党は女性議員が 5.8%、 民主党は 16.1%、まあ、自民党より民主党は多いもののそれでも低い。私一番重要なものの一つがですね、やはり国の意思決定、地方行政の意思決定の場に女性が少ないと、こういうことの弊害が非常に社会隅々まで見られてるんじゃないのか。日本はですね、先ほど申し上げましたが先進国の中で子育て予算、これの GDP が最低レベルになってます。教育予算も最低レベルです。どの議員に聞いても一番重要なのは何だって聞くと少子化対策だって言うんです。ところが現実は全然そうなってない。やはり私は女性の方が意思決定の場にどんどん出ていくことで日本国のですね、予算の配分や政策の優先順位を変える、クォーター制というのはですね、これ精神論じゃなくて具体的に数字のパーセンテージの目標を決めて女性議員を増やしていく、育成をしていく、こういう党の取り組みです。そしてですね、やはり自民党はどうしても伝統的家族観、その経済成長にプラスになるために女性活用しよう、こういう発想ではなくて、やっぱり女性の人権という発想で例えば選択的夫婦別姓、そういうものも入れていく。そして女性が増えていくとですね、やっぱり何か変だっていう話がどんどん出てくるんです。例えば過労死、これ世界に言葉ないですから、過労死っていうローマ字で世界で有名になってます。長時間労働が止まらない、
こんなおかしな働き方は私は法律で規制するべきだと思います。ドイツなんかは10時間以上1日働いちゃいかん、インターバル規制11時間厳しいものがある。やっぱり女性の議員の比率が高い。そしてですね、やっぱり介護とか育児、そういうものでですね、本当に女性が大変な多重な負担になっている、まあ、そういうものもですね、是正をして一人一人の能力が最大限発揮できる、こういう社会を作ることが成長の基盤を固める。これ女性のためではありません。社会全体がそれによって適正になる、プラスになる、元気になる、まあ、こういうことで女性政策を全面的に進める、これが民主党だと、こういう旗印が重要だと思います。どうもありがとうございました。